たぶり。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は武田家を滅ぼした勢いで斎藤家を攻めたけど失敗したところまで。いまいち内政が進んでいなくて動員できる兵が少なすぎたのが敗因なんだぜ。次はどうするの？そのまま斎藤家改め明智家を攻め続ける。それもいいかもと思ったが内政がある程度終わらんと稲葉山城は攻略できないと思うから。先に今川家を滅ぼしてしまうんだぜ。まあ、信濃方面から殴り込めばどうとでもなりそうだけど。そう思ったんだが、今川家の動員力が思いのほか弱くてな。まさか、内政しまくりで国衆も取り込み済み。なのかどうなのかわからんが、とにかく部隊を集めてくれなくてな。というわけでだ。何度か断念した道を進んでみようと思うんだぜ。どんな道だっけ？駿府館直接攻撃なんだぜ。そのためにかなりの数の跳躍を仕掛けてるな。念には念を入れまくってな。成功すればラッキー程度だが。で、30万近くも集めるの。さすがにやりすぎだから。30万くらいまで減らしたんだぜ。減らしても30万かよ。最悪駿府館に甲状腺の波状攻撃を仕掛けねばならんかもしれんからな。前代未聞だな。耐久をすぐには回復できないだろうから、その隙をつければと思っているんだぜ。大名がいなくてもできるのは助かるもんな。ああ、合戦と違ってな。顔向けできません。続々と駿府館を目指して進む里見軍団。できるだけ多くの部隊で戦えるように北側も抑えていくんだぜ。これだけいたら参加できるのはどこまでって感じだもんな。波状攻撃を仕掛けると言っても少なすぎては意味ないからな。細かい調整をしつつ準備は整った。覚悟を決めていくしかないか。10倍まではいかないけどそれに近い兵は集めたから一応十分言ってくれてるな。重要設備が2個。何か気になる数字だったな。石落とし櫓と強撃禁止のなんだろ。それだけなのか。軍隊も見えるし。え、どういうこと？武将は十分にいたように見えたが。とにかく攻めるか。そうだな、普通の甲状腺になるかもだしな。東からに比べて北からの部隊の遠さよ。ようやく見えてきたな。なんか、誰もいない西側に備えられてるんだけど。そちらから攻める予定はないんだが。ご指示。なんか問題なく進めすぎな気が。普通ならこれは罠では、と疑うところだが。そんな気配がないんだよな。軍制圧後に代官を解任したとかで、軍大になっているのか。占領されてもそのままにしておけばいいだけだし、今までそうされてたけどな。ご指示。我が武略を持って、完全の敵を打ち払わん。石落とし櫓が動き出しそうだって。無視してしまえばいいだろ。西から攻めなきゃいい話だからな。とはいえ、気になるから壊しに行くんだけどな。尋常撃破。あとは城門を破壊して本丸を目指すだけか。城門前で激しい抵抗をしてるけどな。北の城門を守ってた軍隊は壊滅。東の城門を守ってた大久保さんも壊滅。さらに北側で壊滅。これで残り3部隊か。順調すぎるこの展開。もしかすると弱小大名の甲状腺は案外楽なのかもな。北の城門破壊だとしたら織田家が伸びてる理由も納得ができるかも。あとは城門を目指す簡単なお仕事を。さっさと攻略してしまおうか。ここで千葉さんが撤退。うちの初撤退か。それなりに消耗してるのはいるからな。本丸で強撃して、本爪さんを撃破して、先方で、吉毛も撃破。これで勝負あったか。本丸制圧して駿府館攻略。
思いのほか楽だったような気がするが。存在はいかほどか。傭兵の倍程度の損害なら許容範囲かも。これだけいたら普通ならこの倍の損害を受けてもおかしくないよな。これ、普通に攻略できてたのかも。そう思うと必要以上に恐れすぎてたかもな。一度仕掛けてみてもよかったかも。そこは反省点だな。で、働いてくれる工場船威風中三派。吉高が邪魔で見えない。引間城まで行ったか。二股城が残ったのが少し気になるけど。なんということか。威風中では城二つが限界だったかもな。落としてみせた。腰兵糧を補充して。このまま工場船滅亡を目指したいところだが、今川殿も少し気になる。お使いします。まあ一問だから仕方ない。ありがたく帰らせてもらうわい。よしもうはどこに逃げた。岡崎城だと。これはまた遠くまで逃げたな。威風滅亡で城を無傷獲得が希望なんだが、となれば仕方ない。吉田城と長篠城を無視して岡崎城へ向かうんだぜ。自分は信玄の上洛作戦。城無視で腰兵糧が持つなら突き進んで工場船狙いでもいいかもな。信長様がいれば上洛かも。それは言えてるな。進路微調整しつつ岡崎城に到達した。よし、あとは包囲して工場船の準備をするだけだな。少し不安が残るけど、岡崎での威風中ならなんとかなるだろ。だといいけど。じゃあ、やるか。この数なら負けることはないと思う。前回の吉本の不抜けっぷりを見るとな。海戦だ。岡崎城は結構攻めやすいかもな。そうでもないと思う。うむ、一距離があるな。あとは道が限られまくり。南からは少し攻めづらい設計なのかもしれんな。多分東からもだな。西側が攻めやすそうではあるが、道がなさそうだから攻めづらいのは変わりないかも。自由に進めればかなり楽なんだけどな。グダグダ言ってても始まらぬ。ああ、設備目指して突き進むだけなんだぜ。狙いは陣城二つに鉄砲蔵。正直鉄砲蔵や厩舎みたいなレベル1だけ上げる設備は微妙な気がするんだぜ。間違いなくな。あとは城の形次第で攻めやすい攻めづらいが決まりそうだな。その逆が守りにくい守りやすいだからな。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。なんだかんだで騎馬レベルが上がってるのが一番の違いかもな。そういえば、前までは騎馬レベルはそこまで高くなかったからな。南部様様だ。金収入低下は痛いが内政頑張ればなんとかなるからな。いい感じ。各所で設備破壊をしているが、鳥居さんが壊滅。どこを守ってた。城門かな。我が先方を押し通る。服部くんも撃破。今回も楽勝ムードが漂っているな。これは騎馬のおかげかもな。ここまで楽に勝てているのはな。シングラの大久保さんも撃破。あとは本丸目指すか。設備壊しつつな。てか本丸に誰もいないような。一つ目の陣城破壊。西では城門を破壊。本丸目指すか。誰も戻ってこないんだけど。ガラ空きの本丸なら壊さず即占領でいいだろ。確かにな。南でも城門を破壊した。鉄砲蔵を防衛してたか。本丸守れよ。それな。いつの間にか吉毛がいる。いつの間に戻ってきた。気にせず攻撃するだけだけど。このタイミングでか。もう体勢に影響は与えないけど。敵を攻め立て。地味に減らされるな。我
ヨシモを壊滅して全部対撃派で勝利だな。工場戦も楽になってきたもんだ。相手によるとは思うけどな。存在は結構出たし、少しなめくしすぎたか。きちんと守られてればこれくらいの損害は受けるってことだな。あとは異風中さんが音に聞こえる。これはなんか届いてない気が。やはり残ったか。先に攻略しておいてもよかったかも。異風中が届くかと思って期待していたんだぜ。見事に東西の端の城を取って二股城だけ残る嫌な感じで投了はするけど、水谷さん、またお前か。半分ほど寝返った。次で終わりだからな。寝返り悲観で、室賀さんが神明を落としてお使いします。続いて川口さん、お使いするとしよう。そして未来の天下の大将軍がまだ25歳、里見家で生きていくならそれもまたよし。徴用は絶対禁止だぞ。関東は絶対あげちゃダメだな。やるとしたら蝦夷地送りだ。てか、どんどん寝返ってくるな。これだけ一気にやられればヤバいと気づくだろうよ。あとは腰兵糧切れで壊滅するのも気にせず攻めまくれ。もう工場戦はしたくないしな。1ヶ月近くかかり、ようやく二股城を攻略。少し時間をかけすぎたな。なんだかんだで吉毛は優秀だから。いつも桶狭間で討ち死にしてるから正確な能力を知らなかったりするが、超優秀。なんだこれ、信長様にも匹敵するな。政務の111は下方以外に何であげたんだ。二つ仲間、信玄の知略104も驚きだが、政務111も恐ろしいな。で、東洋に応じないと宇治康同様里見家には使えないということか。あいつも逃げ回ってるもんな。いつか従わせてやるんだぜ。今回もろもろで40人くらい新加入してるはず。出世させてやるのが大変なんだぜ。というわけで、次の次のための東海道お掃除大会が終了したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。